どうも、速稼塾の久保です。今日の食べてみたシリーズ動画なんですけども、近くにね、実はディスカウントスーパーマーケットができたんですよ。その名も大黒天物産ラムーです。なんともね、古代マヤ文明を彷彿とさせる、そんな店名じゃないですか。まあ、実はラムーとはね、私も因縁がありまして、まあ因縁といってもね、変な綿毛ではないんですけども、私がまだサラリーマンをやってる時に、大黒天物産っていうのはね、ライバルの店舗だったんですよ。そしてその後十数年してから、私は独立起業した際に、まあ、不動産の仕事をしましてね、自分の会社の土地に、まあ、あのショッピングセンターを誘致するみたいなこともやってたんですけども、実はね、このラムーも誘致したことがあったんですよね。まあ、広島のその壁っていうところなんですけどね、そちらの方にラムーというね、でっかいお店があるんですけども、まあ、私のね、仕事の、ちょっと誇らしい実績のうちの一つですね。まあそういったところで、私の住んでいる近所にラムーができた際には、やっぱり行ってみたいなと思ったら、できたんで行ってみました。そしてそこでこのカレーパンがね、あったんですよね。これはね、すごい大きなカレーパンだなと思いました。そして価格はやっぱね、ラム大黒天物産ってね、とにかく特徴としては安いんですよ。普段のスーパーから比べるとね、3割ぐらい同じものを買ってもね、安いんですよね。プライベートブランドも結構あるんですけども、とにかく安くて、弁当なんて1キュッパーみたいなのがあったりね、たこ焼き100円とかね、ほんとびっくりですよ。まあ、その中でもこのカレーパンが安かったんで、しかもでかかったね、どんなものかちょっと試してみようかなと思って買ってきました。じゃあ早速いただきます。はい、ハサミでチョキンと切ってね、これはちょっとポロポロと崩れますんでね、ちょっと失礼して、紙などを敷きながら、いただきます。うん、カレーがね、もうグッズで入ってますよ。これほんとカレーパンだ。あの、よくあるカレーパンって衣がでっかくって、カレーがちょびっと、紙に包めないとなかなかカレーにたどり着かないんですけども、ご覧のように際ギリギリまでしっかりと入ってます。おいしい。うん、これはいいカレーパンだ。うん、辛さはね、まあ子供でも食べれるような、うん、コクとまろやかさ。正直特別美味しいカレーってわけではないですし、特別美味しいパンってわけでもないんですよ。でも十分、うん、3個ぐらいは食べれます、これは。うん、いけますよこれは。うん、うん、うん。で、チラシをね、もらってきました。ほら、ラムーって書いてあるでしょ。しかも24時間営業です。うん。どのぐらい安いかというと、焼きそば10円、うどん10円、丸米味噌88円。安いでしょ。うん、とんがりコーン88円。うん、多分なかなかね、よそでは真似できないんじゃないですか。ほら、カルピスのペットボトルね、58円。うん、チラシを見るのが楽しいですよね。生鮮食料品いきましょうか。お肉、ロース全品 100g 78円ね。鮭の切り身 100g 138円、これはちょっと難しいですかね。コロッケ1枚78円、まあこれはよくありますか。うん、あ、これ、あの、豚のバラ78円、 100g78 円。これ安いでしょ。 100g98 円でも安いのに、やっぱりね、2割とか3割とかね、下をくぐるんですよ。唐揚げ 100g118 円って、これ普通のスーパーでは出せませんよ。今168円から198円ぐらいが平均単価じゃないですか、鶏の唐揚げって。118円でしょ。4割安ぐらいですよ、これは。うん、こういうふうな、このデフレ時代に、最高のスーパーですね。うん、どんどん
多店舗展開を進めてドミナント成功って感じです。まあ、かつてのライバルも今や私の家計の味方ということになっているというお話でございました。カレーも美味しい。これは結構いけますね。また買うと思います。ありがとうございます。